こんにちは、ゆいです。今日は何やらもんちゃんがシーンというところで爆買いしたみたいなので、中身を見ていきたいと思います。私は一切何を買ったとか値段がいくらとか買った量さえも何にも知らないので、私のリアクションを楽しんでいただけたらと思います。結構買った？まあ、私にしては結構買ったかな。あ、本当？うん、私はね、このリフトを買ったり、最近ユニクロでも買い物したので、さすがに買いすぎだなと思って、私はサイトすら見てないです。それではいきます。なんか結構大きいよね。これはね、中国から来たっぽいよね。そう、多分中国の会社だもんね。シーンって言うんだよね。私もちょっとよくわかんないんだけど、なんか私の、危ないよ、私のお友達のサンちゃんからはとにかく安いっていう情報だけは知ってる。なんか携帯のケースとかが200円とかで買えるんだって。なんだなんだ、なんかすごいぞ。なにこれ。もうとにかくこれやばくね。なにこれ。なにこれ。まず変なの、これが1点。もんちゃんがね、洋服買うことはかなり珍しくて、しかもこんな買うの珍しいよね。だいたい洋服屋行っても買っても1点とか、あんま気に入るものがなくて。なになに、めっちゃ入ってんだが。洋服と思われる、もうこれ洋服じゃないな、多分。2枚、1枚、2枚、3枚、4枚、マジで5枚、嘘、6枚、7枚、本当に。結構使ったんじゃないのかね。8枚もうしてきた。9枚、 LA 出てきたよ。10枚、宇宙の見えてたじゃん。11枚、あ、これそうそう、これこんなロゴ、こういうやつね。これなん、私も数忘れちゃった。これ靴下だな。お、終わった。じゃあ1点1点開けてみようか。はいはい。こんな買ったってやばいね。さすがに私ともこんな買わんでいくには。もんちゃん、どれから開けたいとかある？ある。ちょっと待ってね。はい。あんちゃん、足元にいるの？あんちゃん、かわいいね。どれからでも、まあこの前列からだったらどうぞ。いいです。じゃあ一番右端からいくか、はい。あ、値段はね、私と答え合わせしてみる。だから私が思った価格を先に言うから、もんちゃんが正解言って、ちょっと紐でじゃれないで、ちょっと。じゃあこれからいくね、はい。あ、落ちちゃった。袋に入ってるのいいね。そうだね。いくよ、いくよ。うん。じゃ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 。おわ、かわいいぞ。あ、セーターだね。お、紺の。え、かわいいじゃん。かわいい。花柄の刺繍の入った紺のセーター。黒かな。黒黒。かわいい。もう、やばい。一発目からしても私値段わかんないな、これ。なかなかこういうのさ、売ってなくない？確かに、デザインいいね。めっちゃいいよね。かわいい。すごくいいじゃない。そう、この丈が短いのがめっちゃかわいい。なんかね、丈が短くて、手が長いって書いてあったの。あ、いいいいいい。もんちゃん結構身長高いからね。その通りですよ。めちゃくちゃいいじゃん。なんか普通のセーターよりは若干薄めで、うん、確かに確かに風通しは良さそうだけど。確かに。じゃあ値段言うよ。はいはい。私は、うん、1900円で店頭に売っててもおかしくない、うん、でもシーンはすんごい安いって聞いてるから、希望1000円。もともとは2335円。ほうほうほう。だけどなんか割引で1500円になって、うん、あ、いいと思ういいと思う。税込み？税込みだね。あ、いいねいいね。あ、一発目からいいじゃん。これで S サイズらしい。へー、めちゃくちゃいい。なんか一発目からすごくいい商品で、もんちゃんのテンション爆上がりだね。すごくいいじゃん。ね。じゃあ2枚目。これ相当時間かかるね。サクサクいこう。サクサクいくか。あれ、またセーターだね。はい。おー。あ、これは結構ベーシックな。ユニクロとかに売ってそうな。ベージュのセーターだね。これは仕事用ですね。そうだね。はい。あ、でもね、さっきのよりも生地がすごくいい。ていうかなんかさ、安いってずっと聞いてたから、もっと質がね、正直悪いと思ってたの。うん、
すごくいいじゃない。本当？これ結構スフレヤーンに近い。結構いいよこれ。はい、はい、じゃあもっちゃん来てみて。はい、あ、これもすごくいいね。いいんだけど。なんかいいね。いいんじゃない？いいよいいよ。なんかこのなんていうんだろうね、こうちょっと、うん、混ざった色っていうのかな。なんか不思議。うん、ベージュの中にちょっと青みがあるような感じ。え、すごくいい。なんかサイズ感いいね。サイズいいね。これ何？これはね、M サイズ。うん、あ、M なんだ。なんかそのモデルが何センチで何を着てますとか、うんうんうん、あと口コミで、うんうん、口コミのところにみんな身長とかバストとか書いてあるのね。うん、それで何サイズを買ったらちょうどよかったですとか書いてあるから、いいねいいね。それをだいぶ参考にして、うん、このなラグランっていうの、ここの縫い目がすごくいいね。すごいラグランスリーブセーター、ね、やっぱそうだよね、わたりすごいじゃん。あ、じゃあ値段当てね、はい、さっきのが1500円だったら、これはちょっと、はい、もうちょっと質がよく感じるから、うん、そうだね、あったかい。1700円ぐらい。これも定価が2400円で、うん、私が使った割引で1600円ぐらい。あ、うん、おいいじゃんいいじゃん。だから元はそんな安くないよね、うん、なるほどね。2400円。まあもんちゃんは今回シーンを初めて使ったということで、クーポンがたくさんあったんだよね。そう、大体 30% ぐらいのクーポンを使った、うん、だから人によってはちょっと値段がね合わない、うん、あの合ってないかもしれないけど、もんちゃんの場合はこの価格ということで、うん、だいたいなんか相場が分かってきた、うん、シーンの、まあ、ユニクロが2900円だとしたら安いよね。ああああ、安い安い安い。なんか次のがすごい嬉しいらしい。なんだろう、もうね、それだけが早く届いてほしかった。あ、なんか全然違うぞ、もうセーターじゃなくなった。あ、ちゃんと見て、タグがシーンってなってるね。お、あ、何これ、短いけど大丈夫なの？ちょっと薄いね。薄いね。あ、これはね、今開けてきた中で一番ちょっとチャッチー感があるかも。よし、来てもらおう。いや、これはね、うん、想像より超チャッチー。あ、そう、もうちょっといいと思った。全然いいと思った。何これ。ってことは値段結構するってことかな。入ってないじゃん。ライトダウンとまではいかないけど、もうちょっとちゃんとした上着になると思った。あ、でもそのセーターと合いそうだけどね。でもなんか 秋とかにすごいかなって。ダウンが早い時。あ、でもいいよ。なんかデザイン性はめちゃくちゃいい。チャッチーってバレる？まあ近づいて生地触ったらそりゃ寒いんじゃない、ね、みたいな。あったかいよ、着てみると。あ、そう。なんかね、丈短いのが基本的に可愛い、さっきから。ね、袖が長いじゃん、こうやって。そうなの。それがさ、いいね、めちゃくちゃいいね。もんちゃんすごく似合ってるよ、その、あのサイズ感が。ちょっとないね。日給でちょっと、日給。でも、もんちゃんがいいと思って買ったんだから高いと思うんだよな。希望も込めて日給。定価が2600円。あ、マジ？私が買ったのが1800円。安くない？安いじゃん。これは急に安いわ。え、1800円だったらいいよ。いいよね。それだったらこの質はありだわ。これ明日から着るわ。あ、めちゃくちゃいい。うんうん、このセットすごくいいよ。着々と減ってまいりました。って言ってもまだあるね。じゃあ次こちら4枚目。じゃーん。お、パーカーかな。あ、これはちょっと、これパーカーなんだけど、これはちょっとね、なんかツヤってない。これはちょっとやばい感じする。何これ。ちょっとさ、なんかウレタン。あ、これはもう綿が 1% も入ってないって感じ。でも一応見て、裏希望だよ。いや、でもこの裏希望感が、もうだってこれ発泡スチロールじゃん。あのアマゾンとかに入ってる梱包材だよね。どう？ダメだわ。これはちょっとダメだな。おもちゃ。おもちゃだし、この首もね、なんかね、ちょっとおかしいね。おかしい。ショック。これはね、1000円以上したらちょっとショックだから、980円と見た。元が1500円、うん、私は1000円。おー、すごくない？ぴったしじゃん。でもこれ、元が1000円でもいいくらいだね。これはちょっと1000円の価値はちょっとないかもな。これもうバレるよね、悪いの。悪いのバレるし、もうもんちゃんは3回も着ないと思う、これ。やだよ。山あり谷ありということでね。まあ通販もね、こういうのはしょうがないよね。で、次こちらね。あ、またセーターに戻りました。もんちゃんね、セーター好きなんだよね。そう。あ、これはいいよ。戻ってきた、戻ってきた。私たちのシーンが戻ってきたよ。うん。ちょっと青っぽい感じで、群青色っていうのかな。これもタグがちゃんとシーンってなってるね。
これはいいんじゃない。またほら丈短めの袖長めだね。あ、いいいい、すごく触り心地気持ちいい、これはいいよね。あ、いいね、うん、なんかすごくいい。1枚目のセーターとも2枚目のセーターとも違うよね。あ、めちゃくちゃいい。あ、いいね。あ、かわいい。あ、戻ってきた戻ってきた。あ、めちゃくちゃいいね。すっごい柔らかい、うん、柔らかいし、ね、毛玉できなさそうだし、うん、いいいいいい、うん、なんかニット感、うん、すごくいいね、すごい。まあ1900円前後だろうな。プラス1800円を1200円ぐらいで買った。めっちゃ安い、うん、いいね、いい、 M サイズです。 M サイズ、あ、これはもうお値段以上、最高だね。さっきのパーカー1000円でこれ1200円じゃさ、ちょっと欲しいよね。疲れてないでしょうか。次はちょっと私も被れる、これ行ってみようかな、うん、私レビューするよ。のんちゃんこんな買うの珍しくない？キャンプ用？そうだね、キャンプとか。なんかこれすっごい安かったんだろう。もしくは、もしくは送料合わせるためとか、そんなんじゃない？え、めっちゃいいじゃん。いい？いいじゃん。あ、そう？うん、おいい、あ、別に不思議な匂いがするけど、あの全然別にいい。あったかい？あったかくはないかな。でもね、締め付けもなくて、うん、あのキャンプとか、かわいいよ。めちゃくちゃ良さそう。え、これいくらだろう。え、これ多分ね、すっごい外すかもしれないけど、うん、199円。そんなわけないじゃん。何？368円。あ、でも近いじゃん。なんでかっていうと、なんかダイソーにもほら売ってるじゃん、最近ニット帽って。しまむらとかで200円とかのニット帽あの、私知ってんのよ。うんうん、でも確かにそれに比べたらもうちょっと質はいいから。368円よくない？めっちゃいいよ。冬の極寒キャンプにはちょっと物足りないかな。全然かわいい。かぶりながら、じゃあ次や、うん、これもなんだ、送料、あ、送料いくらかな。いやいや、送料なんて全然2000円ぐらいで無料だから。2000円で無料なの？え、すごくいいじゃん。いいじゃん、宇宙兄弟じゃん。宇宙兄弟じゃん。かわいい。え、めっちゃくちゃいいよ。いいね、やばいね。これはね、まあ普通靴下って300円ぐらいで買えるから、うん、100円。まあそんぐらい、113円。おー、いいよいいよ。113円でこれはいいんじゃない。売ってないよ、100円台じゃお店で。触ってみな。あ、いいじゃん。いいよね、うん、サイズは23から25とか。レディースワンサイズかな。レディースワンサイズ、私はね、25.5 あるから多分レディースじゃ入らない。綺麗、かわいい。あ、かわいいじゃん。いいね。うん、なんかあの丈夫そうだね、生地も。すごく穴開くって感じだね。これもダイソーってさ、靴下売ってるんだけど、私たまに買うんだけどさ。そうそう。いや、同じ113円だったら、全然こっちの方がいいと思う。伸びもいいし、うん、デザインしてもいいし。なんか今の高校生が羨ましいね。羨ましい、こんなの買えるんだよ。私たちがさ、高校生の時はさ、買えなかったからね、こんなの。こういう柄さ、見つけようと思っても見つかんないじゃん。うんうんうん、いいね。いいのがね、5万とあるの。なんか見終わんないでしょ。見終わんない、終わりないよ。これはセットだ。うわー、かわいい、かわいい。まずね、バナナ、バナナと、もちゃん、これ履くの？いちご。たまには履くの？いいな。履くの？このスイカ。なんかジム行くときにね、うん、その竹のやつ履くんだけど、うん、すごいなんか黒の無地履いてたらテンション上がんなくて、うん、アボカド。アボカド可愛いね。これ絶対私は入んないわ、ちっちゃい。まあこれも5足セットだから、うん、でもね、500円を下回ると思うのよ、セットだから。399。320円で買った。私すごくない？まあでも定価は473円。ああ、普通さ3足1000円じゃん。確かに。お店って今日私無印で靴下買ったけど1足230円だった。超いい。アボカドが可愛いね。ギリギリ肌色が透けない感じ。そうだね。このはね、コットン70、ポリエステル 25%、 スパンデックスっていうのはゴムのみたいなやつだよね、が 5%。これはでもさっきの宇宙に比べたら、ちょっとほらもうつま先がさ、つま先がちょっと見えてんのよ。爪が見えちゃってるから。私は最近ね、年なのかね、この足首のゴムがきついのが苦手になってきちゃって、無印にね、口ゴムがないやつが売ってるの。それを頼みました。ちょっとちゃちゃまるがこの素材大好きで噛んじゃうから、こっちから行くね。何、洋服なんだこれ、バッグか。この帽
越しね、めちゃくちゃいいよ。私気に入ってきちゃった。あったかくなってきたよ、なんか。兼用ということで。うん、これめちゃくちゃいい。あ、かわいい。あ、バッグか。あ、かわいいじゃん。かわいくない？え、すごくいい。トートバッグだね、これは。うん、なんか入れてみようか。じゃあ、それ、その物体入れてみてよ。あ、これ？この謎の物体。なんかちょっとニットで伸縮性のある感じ。あ、めちゃくちゃいいじゃん。肩かけてみて。肩かかんないよ、これ。嘘。マジ？肩かかんない。私の肩が大きいのかな。もう絶対かかんないよ、ほら。肩かけてると思ったの。なんかね、すごい余裕でかかってるモデルの写真があったの。あ、でも私よりやっぱかかるわ。もうちょっとあの、あ、そうだね。重みがあるもので入れたらここが伸びるかな。玉ねぎぐらいだったらエコバッグ的な感じだから、まあ399かな。3900円。え、違う、399円。うん、え、安すぎる。そんな安くないよ。1000円する？する。嘘。全然する。まあね、確かに生地はいいんだけど。じゃあエコバッグじゃないのか。エコバッグじゃない、これはデザインバッグだと思って。あ、デザインバッグなのね。じゃあ私たちさっき玉ねぎって言ったじゃん。え、じゃあ1000円かな。これはセールで1500円かな。あ、え、結構するじゃない。もうちょっと大きいと思った。あ、これなんかね、ちょっとデザインが見えてるんだよね。パーカーだろうな。サイズ XL って書いてあるよ。うん。むんちゃんが XL。 あ、この生地ね。来ちゃった。やっぱスウェット系がダメなんじゃないかな。あ、これはやばいね。うん、これもダメだな。石油感が。石油感、そう、もう匂いがもうちょっと石油感あるね。これ結構楽しみだったんだけど。これはね、あの、私がね、パシオスとかで買う激安の寝巻きルームウェアの。より悪いでしょ。いや、同じぐらいな気がするな。上下で1000円ぐらいのパシオスのがあるんだけど、これすごい楽しみだったんだけど、レビューが少なかったの。だからどうしようかなと思ったんだけど、可愛くって買っちゃった。まあ、値段によるかな。1000円した？いや、セールで900円。ああ、まあ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 、あ、でもまあまあ、あのさっきの黒のパーカーよりはまあ、でも締まりが悪い。悪いだって、もう全部だるんっていうか、もうさ、着終わったみたい。もういらなくなって着終わった後みたいなぐらいテロンテロン。肩こんな落ちてっけど大丈夫？写真もっと良かったんだよ。なんかこれドロップショルダーってこと？それともデカすぎるの？ XL 間違いだったかな。これ XL はでも分かんない。そういう女の子はいるよ今、オーバーサイズ流行ってるから。そう、なんかね、そんな風に書いてあったのよ。なんかさ、もんちゃんさ、この帽子といいさ、あの、この自然な感じ好きなの？ネイチャーで。ネイチャー、ネイチャーで。あ、でも、あ、いいね。やっぱその帽子やっぱいいな。あ、でもいいよ。あ、でも確かに若いわ。もんちゃんが高校生に見えてきたわ。高校生だったらすごいこう可愛いセットアップなような気がするわ。靴下アボカドで。一応さ、色着物だけど本当にペラペラ。そうだね。結構普通のもので、ラストとは思えないほど。カット層的な。めちゃめちゃ普通の。いや、でもね、質めっちゃいいよ。やっぱね、シーンはね、スウェット系がダメかも。あれ、あれ、あ、思ったより全然質がいい。あ、いい方が、うん、いいじゃん、いいじゃん。うん、これはなんかこう、なんかの中に着ようかなって思って。まあ、そう、中のキャミソールがかなり透けてるけど。そうですか。ツルツルで、ツヤツヤで、なんかサラサラでいい生地。まあね、でも1枚でも悪くはないよ。これは1300円。あ、言われちゃった。あ、ごめん、クーポンで900円だった。いい。あ、まあ900円だったら全然いい。思ってるより質はすごくいい。どっちからでもいいよ。じゃあこれはもう同時に。ちなみにこれは両方私のものじゃない、うん、え、私プレゼント？こっちは猫さんたちにプレゼント。あ、猫。こっちはゆいさんにプレゼント。え、本当に？本当。じゃあ、嘘。じゃあ猫さんから言ってみる。やった、猫さんプレゼントだって。よかったね。何が出てくるかな。わかる、自分のだって。だからこれ噛んでたのか、さっきから。これはちゃちゃまるのかって思ったんでしょう。ちゃちゃまる出てくるよ。これね、結構ね、レビューが良かったの。じゃじゃーん。なんだなんだ、なんかポッケ、ポッケになってる。ちゃちゃまる。何これ、何で使うの？画像見せるね。うん、こういうものです。あ、この中に、あ、猫が入るの？え、かわいいじゃん。ちょっと誰か、ちゃちゃん、この中入る？ほら、どう？触り心地。え、めちゃくちゃいいよ。しっかりしてるじゃん。ちょっと、あんちゃん、あんちゃん、じゃん、あんさん、あんさん、ちょっと上開けてあげる。あんさん入ってる。
ねえ。じゃいくらでしょう。これ、まあ希望1900円ぐらい。うん、1600円で買った。おお、私やっぱいい線いってるな。さすがにね、3つは買えなくて。これ3つはちょっと部屋の圧迫感 も。そう、わかんないし。うん、でも結構猫のベッドボロボロになってきたからよかった。でなんと最後私へのプレゼントということで、なんだろう、なんだろうって言いながらちょっと見えてんだよね。LA って書いてあるから。なんだなんかベロアのすごいの出てきたんだけど、なんだこれは。あ、ズボンだよ。あ、大きいかな。LA ズボンです。ちょびっとだけ大きめにしたんだけど。大きかったかも。いいと思ういいと思う。私今ねスウェット2本しか持ってなくて。そうスウェット探してたから買ったの。優しい。ちょっと履いてみる。え、なんかさ、ちょっとヤーさん感ない、大丈夫？なんか、すごくいいんだけど、私これで川崎の街歩いて。あ、いや、寝巻きとコンビニ。ワンマイルウェアってことね。やっぱこれで川崎うろついたら。寝巻きコンビニ、ギリキャンプ。あ、いや、キャンプ行ける、キャンプ行ける。ちょっと大きかった？いや、めっちゃいい。これワンサイズしたかったら入らない。あ、入らないわけじゃないんだけど。迷ったの。でも本当にヤーさん感がすごくてね、うん、ベロアめっちゃベロア、超絶なベロアだよ。ほらワッペン見して。ワッペン LA、はい、うん、今時こんなデザイン見つけるのも難しくない？私だってね高校生の時に流行ったよこういうの。なかなかこれダンサーだったからニット履いてたかもね。なかなかお店で見つけるの無理だなって思って、面白いなと思って買った。あ、でも全然いいよ。私はもうめっちゃ履く、めっちゃ履く。本当？うん。これいくらだろうな。街には繰り出さないで。じゃあこれはね1500円。見なきゃ思えない。あ、違う1000円で買った。嘘。うん、まあ、いい。多分1500円ぐらいを1000円で買った。あ、じゃあ全然いいよ、うんうん、多分これもんちゃんに言われなかったら私これで川崎行っちゃうよ。嘘。いいんじゃない。リフトと LA のコラボということで、はい。帽子気に入ってんの？帽子めちゃくちゃいいのよ。これ川崎駅行っていいでしょ。いいよ。これすごくいいよ。私はこれが一番お気に入りだけど、もんちゃんズベストは何が良かった？一番最初のやっぱお花の刺繍の、うん、お花良かったね。だいぶあれも楽しみにしてたから、うん、まあ上着もまあまあ別に、確かに黒いやつも、うんうん、もうとにかく明日着たいって感じ、うん、セーターも良かったし、靴下も可愛いし、やっぱ一番がっかりは黒のパーカーだよね。そうだね。なんかパーカーだけすごい根の幅が広くって、うん、1000円のもあれば5000円ぐらいのもあって、うん、今回は安いので試しちゃったんだけど、うん、もうちょっといいの買えばよかったなと反省しました。これ総額いくらだったの？総額1万9000円ぐらいが。うわ、びっくりした。1万4000円あ払ったのは1万4000円だけ。14,000。私のリフトがパーカー1着だ。すごい点数変えた。すごいね、そう考えると、うん、私はもう何も言えないわ。すごくいいと思う。楽しかったの、選ぶのが。なんかずっと携帯見てて、何そんな見てんのっていつもシーン見てる。シーンだよって。ちょっと見るのが趣味だった。うん、だから楽しかった。私は結構ね、ハマりやすい性格でドツボにハマっちゃうタイプだから、私がもうシーン見たらわーってずっとね、うん、見て頼んじゃうから、私はもう見ないでおく。メンズも可愛いけど、うん、まあ質がねやっぱり、まあ割り切ってね、うんうん、でも H&M とかフォーエバーとかに別に劣らず勝らずみたいな、同じぐらい。そうなんだ、ね、ユニクロとかに比べたらちょっと落ちるかなみたいな。でもちゃんと口コミ見て、サイズ感とかちゃんと見れば、うん、すごくよく使えるよね。うん、すごく良かった。まあ、全体的に高評価ということだね。そうだね、はい、私は安いもの大好きだから楽しかったね。私もだよ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら皆様もシーン使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。結構いいんだけど。すごい楽だし、いいでしょ。かわいいし、まあ、兼用でいいんじゃない。この兼用、私が履いても全然サイズ良くない。てかもんちゃんが履いたらヤーさんに見えないんだけど、なんで？